山村政治家もずっとあのメルボルンにいたんですよ、あの後、あの淀川ハイジャック事件の後にね、休暇もらって、それであのメルボルンに来てて、それで僕が領事に頼まれて案内したり世話してたりしたことあるんですけども、いろんな政治家、日本の政治家があの当時来てて、で日本人が僕一人だけだったでしょ、あの日本人の学生がメルボルンに一人しかいないんですよ。もう一人目方という女の子がいましたけど、三井物産の支店長の娘だったけど、彼女は留学生じゃなくて、あのなんていうか居残り組というか、お父さんがメルボルンの支店へ来てて、でお父さんが日本へ帰った後もメルボルンに残ったっていうんで、留学生じゃないんですよね。だから留学生僕一人だったので、だもんでその政治家の世話から、世話というか案内とかなんかしょっちゅう頼まれて、まあいろんなコネもあったんだけど、やっぱりいい意味で先生に敗北感を認めたのがまずかったと思うか、まずかったあの当時ね、こりゃすごい人だなと思ったし、とんでもない、いやいや、もう先生はもう今でもそうだけど、うん、もうそんなのはもう、うん、そりゃ先生が僕はねとおっしゃっててね、30代で教授になったんだよとかって、最年少記録だよって言って、覚えてる？そうでしょ？まあね、ええ、だけど、だけどそういうのを聞いて、それでその時に僕は思ったのね、あの俺は一生肩書きなしどこまでできるかやってみてやるって言って、だからもう絶対組織には入らないって言って、それであえて組織には入らないで、でこういう生活してますとね、先生いろんな世話をしてくれる人がいましてね、あの教育の世界でね、あの和歌山大学、名前出していいのかな、和歌山大学と神戸大学だったか、あのから講師へ来いっていう話もあったんですよ。で神戸大学の教授はわざわざ浜松まで面接に来たの、どういう仕組みでなるか知りませんけどね。で講師だったわけ。それでその前に和歌山大学の方から講師にならないかって来て、で給料を聞いたら15万円だっね。でもうその当時僕の友達っていうか大学時代の友達とかみんなその教授だとかなんかなってるじゃないですか、あちこちの大学で。で僕は思ったのね、おめおめ講師なんかでいけるかって。今までのね、生き様を全部金繰りしててね、しかも給料15万でしょ先生、講師ってそれくらいでしょ。15万っていつ頃の15万だかあれだけど、もう20年近くなんな、うん、だから15万で生活できないですよ。だからお金取るか名誉取るかってなった時に、僕はやっぱり名誉の方を取って逃げました。その面接の時来た時もだけど繰り返して聞いて悪いけども、15万なんかっていうそれ以上ちゃんと稼げてるわけ、どうやって稼げるんだろうと思うの。僕いつもあのなんか組織でも作ってね、会費でも取って、それでその、あの行くんならね、まだわかるよ。自分の意見を、例えば1万人の人に聞かせながら、その分、会費を取るという形で組織作ればね、それなりに、ちゃんとできるとは思うけどね。じゃあ話しちゃうと、先生が東大の赤門の前の寿司屋一回連れてってくれたことあるじゃない、うん、ね。で先生がその時に僕の給料は75万だよって言ったの。あ、そう。で僕はその時どう思ったかを今言いましょうか。なんだそれっぽっちと思った、うん、なるほどね。でも言わなかったその時は。いやいや、分かるけどだからね、逆に言えばね、なぜそれ以上のものをどうやって稼ぐのかなっていうのが
もう僕の前からね。それはね、あの当時はね、先生、東洋医学もやってたしね、香港行くでしょ、例えばの話。香港行くでしょ、うん、で、香港行って仕事をまとめてくるんですよ。どんな仕事？貿易の仕事を。あ、そうか。買い付けしたり、おもちゃを買ったり、いろんなことするんですよ、雑貨を。で全部僕がまとめて、買い付けしてあげるわけですよ。で、その時にね、例えば僕はもういろんなその世界を持ってるから、東洋医学な東洋医学でもいいんですけど、当時ね、覚えてるのは、上海製のね、低周波発信機って言って、針治療に使う機械があったの。あれがね、向こうでね、4万5千か、日本円で4万5千で買えたの。日本へ持ってきますとね、14万で売れるんですよ。だから、毎週行くでしょ？そして、それ、仕事代抱えて持ってきて、そして東京の青山のあるドクターのところ持っていくわけですよ。そう、そのドクターがまた、そういうその、新旧の世界でつながり持ってるから、そこでまた売れる、時間はいいのかな？新旧の世界で売れるでしょ？そうすると、当時あれ1台で結局は10万ぐらい儲かるもんで、自分の仕事の他に、その、ちょっとした小遣いになってみて、一回行って帰ってくれば2、30万になっちゃうわけですからね。小遣いプラス。うん、それで当時、大卒の初任給が、やっぱり10万届くか届かないかっていう時代だから、それはいろんな、もうとにかく、いろんな方法があったですね。とにかく、いろんな方法があったですね。仕事をしてたっていうのはよくわかりますよ。ちゃんと貿易でね、そうやって稼いだっていうのは、それはそれなりに、偉いもんだとは思うけどね。だけど、今そうやって稼いでることもあるの？今はもうない。今はもうそういう、今はもうない。今はもうそんな元気もないし、今はそういうことで時間使いたくないもんで、今はとにかく時間が欲しいですね。だから、この今さっき言ったように、こう次から次へと書きたいことが湧いてくるから、率直に言って、出版にするというエネルギーがない。本屋行って頭下げて。いや、僕らそれ書いたからって、別に収入が入るわけじゃないでしょ。今？うん。ない。そうすると、今、繰り返し聞くようで悪いけど、どうやって暮らしてるのかなという感じがするわけ。幼稚園の先生はいいですよ、それはそれなりに分かるから。だけどその他に、その悠々暮らしていけるというのはよっぽど昔貯めてあれか。現在今日はお金なしばっかになるけど、先生、そのね、そのどういうんだろうね、それはとにかく、それはベースとしての収入源ということはやっぱり気にはなるけど、でも先生どうなんでしょうかね、急がなくちゃっていう気持ち先生もありませんでした？急がなくちゃってことは、俺は何かやらなくちゃいけないんだという使命感というか、そういう、まあね、それはね、60過ぎてもお金儲けにこう、キュキュとする人もいるかもしれないけども、例えばそれは先生はこのうちはいわゆる伝統的建造物になるわけですけど、先生のご任務だったらっていうか、まあそう言ったら失礼だけども、農家のおっちゃんの方がはるかに立派。